エクスプレストラムはアメリカ合衆国ミシガン州ロムルスにあるデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港にて運行されている全自動無人運転鉄道システムである。2002年2月24日、同空港のマクナマラターミナルと共に開業し運行を開始した。同ターミナルにはこの空港をハブ空港とするデルタ航空が就航している。無人運転のシステムは 世界で2番目に長い空港コンコースであるデトロイトメトロ空港エドワード H マクナマラターミナルの A コンコースに沿って旅客を輸送している。当システムはその後解散したオーティスエレベータカンパニー及びポマの合弁ベン,ベンチャー企業であるポマオーティストランスポーテーションシステムズによる専用設計であった。導入はオーティスエレベータカンパニーによって行われており、かつオーティスが現在も 当システムの運行を及び維持を行っている。当システムはメインフロアより6.24メートルの上を運行しており、ホバークラフトのようなエアクッション上に乗った2つのケーブル駆動トラムからなる。各トラムは2両の車両からなっており、一度に最高208人の旅客を運ぶことができる。アップム業界においてガイドウェイと呼ばれるトラックは延長1100メートル以上となっている。 当システムはまた、駅及びコンコース全体の至るところで情報ディスプレイが配置されている。これらの情報掲示板では、二つのトラム位置を示す。トラック表示及び次のトラムが一番近い駅を出発するまでの時間を含んでいる。駅構内及びトラム内の LED ディスプレイでは、例えば次の目的地などの旅客情報を提供している。事前に録音された男性の声は、 情報及び警告を音声にて伝えている。エクスプレストラムは A コンコースに沿って3つの駅が設置されている。コンコース端の駅はノース駅及びサウス駅と通称されている。中央駅はゲート A29A55 で荷物受け取り所、地上交通 B コンコース及び C コンコースに接続する。正式名はターミナル駅でありで荷物受け取り所、 航空会社のチェックインカウンター及び地上交通施設を収容するメインターミナルビルのそのすぐ近くを拠点としている。車両基地は北駅の先に設置されている。当システムの主な機関施設はバイパスに接する一つのガイドウェイからなっている。中央駅には二つの列車が行き違いできる対比線があり、対比する列車は本線から対比線へ分岐する。対比線は 中央駅を越えてから再び本線に合流している。運行ソフトウェアはトラムが同時に中央駅に同時に到着させようとしたが、これは必須ではない。トラムが同期を失う場合には、たびたび旅客が引き起こす遅延のケースのように、中央駅に到着する最初の車両は対向車が対比線に入るまで駅で待機し、震度の開通を待ってから出発する。ありがとうございます。